小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ、コロナで10日間寝ていたんですけども、まあ、ようやく治りまして、今日から頑張っていこうと思っております。で、まあ、僕らなんかもしくじりチャンネルも最近やってるんですけども、うん、まあ、小槌さんもなんかしくじりで面白い人見つけたって、ね、なんかね、 しくじりの材料とか言うててね、ええ、ほんでこの前からだいたい、まあ、あのうちは金座の後藤の話をもう一回ちゃんとやりたいなと思って、ね、うん、で後藤正三郎に関するいろんなそのものあちこちの本をあの片っ端から読んでんねんけども、そしたら後藤正三郎由緒って由緒書き言って、由緒書きっていうのはあの幕府に自分とこの家は高校でそのおかげで幕府に仕えたとか、そういう自分とこの家の履歴やな、あそれをいちいち皆あの幕臣もあの大名も全員がそういうものを書き出して提出せないか、まあ、細かい履歴書みたいなもんですね。それでその時に提出したやつがあの江戸城に集まってたんやけど、江戸城が何遍も燃えてるやろ。あ、そうや、そうです、ね、だから燃えてなくなると、うん、また新たにその、 あの新しいのをもう一回書いて出せという命令が来るわけやな。なんか後藤さんの肖像画もそれで聞いたとかいう話で、だ、うん、からそういうなんで、あの例えば湯浅なんかでも何遍も出してて、でその出してる途中であの実はあの家康が堺の方から伊賀越えして逃げた時私が鉄道タイムとかねああいうのを混ぜてるわけやな、なるほど、その何回かのどこまでも知らんけどそういう格好でその後藤家もその由緒書きを新しいのを出してるのがこれ完成頃に出してんねんけども、ほうほうほう、それから10代目かそこらぐらいの時に書いてんや、うんうん、でその話をずっと読んでると、その2代目の広代って2代目はあの実は家康 の、 あのその隠し子というか、あの家康 の、 あのおめかけさんを光次に、うん、あの配慮したっていう話ありましたね、うん、奥さんあのその時はあの奥さんをもらう方 の、 その正式の妻もその家康の命令で決めて、ほんでそのついでに自分の側室も一人あの出したわけね。あ、側室は実はそのお腹に子供があったんであろうということや。あで言いにくいけどもそうではないかというような式の書き上げを書いてるわけね。そういうのはいろいろやってる中で、その2代目の光次がの話の中でこんなのが出ててね、あの慶安年中稲葉淡路の神いかがわしきな立ち候て居城丹波福知山に愛こもり候胸愛聞こえ隣国の大名手勢を引きぐし福知山へ発行発行というのは初出兵みたいな、出兵やな、八甲つかまつり候説二代目正三郎ひろよ、その頃は隠居つかまつり豪州、豪州いうことは滋賀県やな、ええ、近江に、まかりあり候につき五方向筋受けたまわりがたく早速福知山へ、はせつけ申し候やな、かけつけ、ええ、駆けつけたっちゅうことやな、ええ、うん、でそういうことがあって、それでただし淡路の神自殺いたし初手、無事引き取り候につき広与義も同じく引き取り申し候って、結局福知山の稲葉淡路の神というのが、ええ、まあ乱心やということで、これは実はこの乱心っていうのはもともとその自分が狩りに行った時に、ええ、あんまり取れへんだわけやな、ええ、それでもうご機嫌が悪なってその近隣 の、 あの村民を60人切り殺したっていう、ね、人を判としたんですか、自分とこの藩の、まあ、村民やけどな、大問題じゃないですか、うん、でそういうのは自分とこの藩のやから、まあ、届けも何も出てへんけども、うん、そういう噂は出るやん、まあ言うたら北朝鮮みたいなもんですな、ほんでなんか今日狂ったみたいやという噂は出てるわけ、まあ、証拠はでもないと、うん、その後に隣が宮津藩や、ええ、で宮津藩は海があって、ええ、で福知山は山の中やから、うん、いうので宮津藩の殿さんに
あのブリを100匹ねだったわけ。なんでまた、また食べたいかなんか一応ことで、でブリは向こうは取れるから、で山国で魚がないからっていうことで、そしたらあの宮津藩ではブリはだいたい献上物にしてるわけ。あの江戸へ その将軍家のお土産やらに、だいたいみんなどこの大名もね、自分とこ あの特産物をね、その将軍家はじめ老中とか幕閣にみんな配るのが礼になってね。あ、お菓子屋付きね。うん、それからあのどこの藩は何ってもう決まってんね、あの今年はこれで来年は違うもんっていうことないわけ、もう定例の決まってる。まあ言ったら高知がクジラみたいな。うん、それから例えばあの滋賀県なんかはね、船寿司や、ね、ああそうでしょう ね船寿司なんかは、臭いから江戸の人嫌いやから、結局幕府へ献上されたら結局皆で配るわけやろ、結局、まあ将軍に一番ええとこ渡して、あとはそしたら皆その船寿司なんか一番あの臭いから引き取りていかないって人気がない、ね、ということは彦根は近江牛だったところですかね。その順、世の中は牛なんか食わへんや、一応薬であったんですかね。だけど、献上物としては具合悪い。ほんで自分とことしては船寿司は大自慢なわけや。なるほど、まあ船寿司っていうのは美味しいのかな。私らはもう大好きだけども、やっぱり食べられん人にしたらあのと匂いとやな、やっぱり、あれお茶漬けとかしてくるもんでしょ。え、いや酒の魚にも持ってこいやね。お酒飲まないでね、あ、まあそういうもんで、それでさから宮津藩はその寒ぶりやな、寒ぶりね、寒ぶりをバッと送るわけやな、ね、一番良さ、あれも酒に合いそうですな、であの塩したら持つしな、まあ、それから自分とこは献上物で使ってるもんを渡して勝手にそれをまた江戸やらに持って行かれたらかなんなというのがあるわけや。そうだそうですね、それから頭を跳ねて、要するにあの身の部分だけな、そしたらあの人にあげる時にはあの魚っていうのは お頭ついてんとあかんわけやな、ね、あの特に首を跳ねてるっていうことは縁起が悪いわけ。言いますよね、それからそういう格好で100匹送ってきたわけや、それでむちゃくちゃ怒ったわけやな。そのやっぱ抗議したんですか。いや抗議するいうよりも、その、あの嫌がらせやということで、それからあの自分とこの藩へ宮津藩の人間が通ったら皆切り殺してっちゅうので、切り殺してるわけや。ほんまにしたんですか。それから自分自身も、その宮津藩の飛脚やと思って、鉄砲で狙撃して自ら、それで それが実は宮津藩の飛脚と違ってよその飛脚やったわけやな。それやったら噂が広まるじゃないですか。それから当然そらあれやな、それからそれの弁明に来いと。しかもこれ大名飛脚では、そうやばいですよ、それからそれの弁明にあの江戸へ散布せよという命令が来るわけ。でそんなもんまあ行ったって許されるはずないから、そうですよね、いうので、もうその立てこもって、それからあの幕府としてはあの周辺の大名に動員命令がかかって、ちょっと待ってください、あのキリシタンの原城みたいなやつじゃないですか。そうしかもこれって確か島原乱の10年後の話ですよ、ちょっとやばいですね。そういう格好で動員命令が下って、でまあ一部行くんやろな。ほんで結局立てこもってるから、あの稲葉淡路の神はあの鉄砲で応戦するっていうか戦うんですか、まあな、ほんで結局最終的に幕府にあの届け出てるのはあの幕府の正式な記録である、徳川実記とか、徳川実記なんかにはそのあの切腹したと、自害しましたという届け出を出してるわけや。もうやっぱ体裁があるんですかね。な、ほんでところがあのその時に土佐 の山内か、山内っていう大名があの人に手紙出してる中にはあの鉄砲で自害したって書いてある。なんかね、毛利元就の大河ドラマで井上元兼がそういう詩がしてました、鉄砲で自害したと書いてあるわけ。だけど実際には鉄砲で応戦してる時に、家臣が鉄砲でそのあの稲葉淡路神を撃ち殺したんやろうと言われてるわけよね。まあさすがにね、こんなめちゃくちゃな人家臣もついてこんでしょ。そうそれからそれであの自害したという届けにしたんやろと。でそれでまあみんな引き上げたから、
あの琴正三郎の2代目も言ってたけども、まっすぐ引き上げたということ。ということは、後藤さんって兵力を持つ権限があったんですかね。何、いや結局、うん、あの関ヶ原の時でもちゃんと従軍してるやん、家康にな、ほんで家康から特別に命令を受けて京都へ、あの関ヶ原の戦いは徳川が勝ったっていう考察を出すように言われて、そういう仕事したりして、実際に戦場に行ってるわけや、うん、だから淵こそ持てないけども、もう全く 大名と一緒ね。そんな扱いですね。うん、だから自分でも当然その近くで起こってることやから、うん、あのその命令が出てのうても行くべきやという格好で来てるんやろな。あ、行こうとしてたんですね。うん、だから実際に行ってるんや。あ、行ったんですか。行ってんねんけども、まあ、すぐ終わったからすぐ帰ってきた。もう行った頃にはもう終わってみますみたいな。ということやろな。っていうことはちょっとぐらい小銭で割ったかもしれないですね。そうと思うわね。うん、でそれ見てた家臣がもうついてけへんわってなって、うん、って感じですかね。だから偉い話で、ちょうどあんたがしくじりで大名をやってるから、これは全くそれの材料にもう持ってこいの話だなと思って。うちもちょっと今後やろうと思います。うん、これやって。だから、まあ、今も言ったように後藤正三郎っていう家は淵こそ持てないけども、ほんで実際にはそういうあの家康からやろうっていう話もあったわけ。ほうほうほう。せやけども断ってんねんな。でその代わり結局金座のその実利を取ったわけ。そっちもでかいでしょ、実際には。そっちの方が大きいからな。うん、うん、せやけども、あのそやから扱いとしてはもうほぼ、しかもそのこの2代目の正三郎なんかはもう公然とその家康の隠し子ということが世間にも知れてるわけ。ああ、前後藤さんが、うん、子供もらった時の話ですよね、それって。うん、子供っていうか、あの側室をもらった時に、ああ家康の側室が産んだ子供が、うん、あの二代目なんや。ええ、それが家康の隠し子やって可能性もあったと。ほんであの恐れ多いことやけども多分嘘やろっていうような書き上げをしてるわけ。そういった方が箔がつくと。そう嘘だとしても。だからあの後藤というのはもう全くの一応町人なんやけども、格としては、うん、だけどももう全くそういう別格の町人やね。ねえ、うん、だから後藤という噂はしっかり覚えていけませんな、うん、ということで、まあ今回はそんなとこで後藤の話を、うん、まあ来年からどうするイエス始まるけど、まあ間違いなく出てこない人物の筆頭でしょうな、うん、そうそれからドラマには出てこないけども、うん、あの家康はもう非常にその信頼してた人で、もうごく身近に常にいてたからね。まあ家康って結構人材マニアですから、うん、そう、まあ、そう考えるとね、うん、こういうつながりをしっかり知ってほしいもんですね、うん、しかしとんでもない大名がいたもんですが皆様この大名はいかが思われますでしょうか。まあ、コメント欄によろしくください。あのこんなん読んでへんだら、まあ今は YouTube やらあのきちっとその何かできっかけがあってそこを検索したら出てくるやろうけど、ええ、こんな知らんかったら検索のしようもないわな。ですね。まあでもこの大名の話知ってても後藤さんとの関係を知らん人結構多いかもしれませんね。まあ皆さんもコメント欄にいろいろ書きください。いつも見てくれてありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。